パティシエだっけ？こ,っ <laughs> このヒロトの姉ちゃんってパティシエなの？<laughs> <laughs> 全然遺伝子関係ないんだね。なんか小さい頃食べた誕生日ケーキとかに感銘を受けたとか、そういうきっかけでもあったのかな転職してなければな。あー、確かにパティシエ業界って闇深いって言うからね。結構両極端だよね。すぐ辞めるか、ずっと長続きして店を持つか。そこら辺はむしろお前の方が詳しいんじゃないのかど、どういうこと <laughs> <laughs> なんで急にパティシエ業界について主人公に深掘りしてきたなんで俺が同じマンションに住んでるんだから、姉貴が一人暮らし始めた後はほとんど会ってないぞ。あ、そうなのえ、どういう設定 <laughs> <laughs> というか、同じマンションに住んでるぐらいで仲いいと思ってもらっちゃ困るんだけど <laughs>。<laughs> そうなのか年年末年始ににには家に帰ってくるけどそれぐらいだなお前と一緒あ、主人公をすでに面識あるって感じなんだ。まあ、記憶から抹消してるぐらいのどうでもいい人間扱いしてんだろうけど。数年前、ヒロトが俺の部屋に来た時に判明した事実だ。その時に一応お互いの紹介も終えているが、あくまで友達の姉だ。顔見知りだが友達ってわけじゃない。特別な付き合いがあるわけでもない。あ、このターンはもしかして、ヒロトの姉ちゃんをご紹介ターンなのかなってことは、主要キャラクターの一人かいや、だから、 なんで同じマンションぐらいで仲いいと思われてんの <laughs> <laughs> そんな新築で一軒家買ったからご近所付き合いしますぐらいのテンションじゃねえからな。借り屋暮らしって。死体が出たなんて話は聞いてないけど、同じマンションでも顔合わせないからな。まあ、バテシエさんって朝早いし夜遅いしっていうイメージがあるから、大学生とは生活リズム全然違うよな。何か気になることでもあるのか気になるってほどじゃないんだが、おかんがちょっと心配そうにしてたんだ。悩み事があるのか、電話口でもピリピリしてたらしい。まあ、バテシエの悩みなんて大抵労働環境だろうな。<laughs> 人間関係ととかか業務形態 ってよく聞くからねなら余計に家族が確認するべきだろう。そうかもしれんが俺は兄貴に会いたくないコキ使われることになるからなどんだけアンチ兄貴なんだよ <laughs> 本当に血繋がってんのかお前ら俺は妹いるけど妹可愛くて可愛くてしょうがないよもうこの世で一番かもしれない幸せを願う人間そんな風には見えなかったけどな猫をかぶってるんだよ恩性は傍若無人兄貴はそういう女だギャルで金髪でピアスガッチ,チガチに開けてるイメージがパッと出たわなんかヒロトとかを見ていてもちょっとチャラそうなイメージ イメージあるし、そういう遺伝子を受け継いでるなら、俺の中での姉ちゃんの人物像が早くも形を成してきたわ。殺伐としてるな。そんなもんだと思うけどな。年の近い兄弟なんて、俺には上も下もいないから、そういうのにちょっと憧れるよ。まあ、いたらいたで面倒くさいしいなかったらいなかったらで憧れるしで、結局隣の芝は青いっていうだけなんだよね。<laughs> そうか、振り回されてきた。身からすると一人っ子の方がいいと思うぞ。ほんと理不尽だから、とりあえず顔を合わせることがあったらおかんが心配してたって伝えといてくれいや。どういう立場で言えばいいの。 <laughs> ただの不審者じゃねえか。ちゃんとヒロトの友人だってことが認知されてないと通報される案件やでこれ。生活時間が違うと思うから、いつになるか保証はできないぞ。気にすんな。そんな深刻なもんじゃないと思うから、非常事態ならおかんが言ってるだろうしな。わかった。けどなんだろうな。やっぱり社会人って大変なんだろうな。あー、ここら辺今までの伊豆ソフトさんの作品と違って、大学生という立場があるから、余計卒業後の人生設計とかに重きを置いた作品って感じがするね。なんか今まで実況してきた伊豆ソフトさんの作品だと、今の学園生活 高校生活が楽しいっていうところを前面にアピールしてる感じだけど、本作はその先の進路とか、そういうのも踏まえててのエピソードになりそうだな。そういやインターンとか行ってるか？一応短期で行ってはみた。お前は焦るな。<laughs> 俺が大学生の時もそうだったけど、友達がインターン行ってるとなんか無性に焦るんだよな。俺、インターン行ったことね。えし、似たようなもんだな。どうにもしっくり来なかったけど、同感あれさ。就職について明確なビジョンを持ってないとあんまり意味ないよな。大学生あるある？特なげえな。<laughs> 結構序盤だからかなのかわかんないけど。 一人一人のキャラクターとすごい深い話しまくるね。確かに。<laughs> 就職なんてせず学生のままでいたいいや、でも、裸んで言ったら学生よりも、社会人の方がよっぽど気楽な気がするけどね。俺的にはもう、強制的に授業を受ける時間とか、すべて無意味だと思ってしまうもん。金稼げるわけでもねえし、委員に進学すれば、そんな頭の良さがあると思えるか <laughs> 失礼だが、見た目で判断して申し訳ないが、とても大学院に行けるような人材じゃないだろ、こいつ。いやいや、そういうこと言ってるんじゃなくて。俺は就職して、お金稼いで、恋人と結婚して、子供を育てて、温かい家庭を築く、そんな普通の人生を送りたい。いや、どこが普通なんだよ <laughs> <laughs> お前の普通のハードルめっちゃ高いじゃん <laughs>。その普通も今や高望みになりつつあるけどなそうなんだよな。俺が彼女持ち同士の話とかだったらまだハードル低いけど、見た感じだとお互いイリアっぽいし、いよいよなんか切羽詰まってる感じがするよね <laughs>。<laughs> 俺たちちゃんと就職できるのかねどうだろうななんだこの時間は <laughs> これ後々何かに響く伏線だったりすんのかな結婚の前にそもそもそそ恋人を作るることができるのかねそんな恋人っていいものなのかな <laughs> エロゲ実況者としては絶対言ってはいけないセリフな気がするけど割と恋人って薬よりも毒要素の方が高い気がするんだよな。俺個人的な見解として就職よりもそっちの方が難しい気がしてきた。確かにせめて卒業する前には童貞は捨てておきたいもんだな。 ああ、なるほど。ちょっとゆずストさんの狙いが分かった気がする <laughs>。今まで高校が舞台のエロゲだから、高校生のうちに童貞を捨ててるというシチュエーションが多くあったけど、高校で童貞を捨てられなかったオスどもに勇気を与えるために、あえて大学を舞台にしたエロゲを作ったのかなもしかして <laughs>。高校を卒業して、まだ童貞のやつは安心しろ。この作品に出てくる主人公たちは、大学生で童貞捨てられるから、まだ絶望するには早いぞというメッセージを感じますな。カフェステラと死神の蝶。